さあやっていきましょうか。バイオハザードブリッジ。とりあえずドア開けようか。カチャ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 。さあ、前回はドミトリスクをぶちのめして、今回はね、ちょっと赤い煙突のお家に行きなさいっていうご指示をいただきましたので、まあ、そこに行きながらですね、ここ確かなんか敵が出てくるんだったっけ？ニュキッと、ニュキッと入っては来ないのか。生き残り他にもいたんだよな。だって、ここ下いなかったもんね。下いなかったのに下が出てきてるってことは、つまりはあれだよね。うん、どれだよな。で、ここはまだ開いてないんだよな。で、こっちに行って魚を手に入れて、それ戻ってきたら、なんか狼男ちゃんが、とか、誰がこの橋上げたのよーっていう話だよね。ねえ。あれ？お！え？ほう。あ、普通に、池に入って、あれちょっと待って。もしかして、正常な世界に戻った、ついに。ほんまに？正常な世界に戻ったと俺は信じてええか？分からへんけど。ほんまに戻った？なあ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 。ボロ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 落ちてってるけど。ほんまに正常な世界に戻ったんやったとしたら、こんなに喜ばしいことはないけど、なんかそんな甘い世界でもなさそうな気もすんねんけどなぁ。とりあえず、よし、オッケー、1体。2体。3体。こっち向かってきてる、もしかして。あ、だったら撃ちやすいかな。オッケー。まあ。あ、まだいたのかよ。ちょっと待って、それは気づかんかった。おお。はい、はい、お疲れ。他にもいる？あのね、いつもね、ちょっとボリュームを小さい状態でね、ゲームをしてるんやけど、今回はね、まあまあ、そうな。今回はまあまあ、大きい状態でやっとるから、あのね、割とね、おお、びっくりしたっちゃ。下がベロベロしてるね。でもそれどっちかって男が欲しいベロベロかもしれないね。男がベロベロ長かったらさ、ミャクニャク。そう。違う違う違う、閉めちゃダメよ。閉めないよ。匂いをどんどん放出していかないと。開けっぱなしにしとかないとね。そう。こっち行ったら、いない？あ、いたね。あれ？ちょっと待って。強くない？こいつ。え？あの飛んでるやつより強いぞ。さすが特上肉でございますね。強かったなやつ。そう、いや、それはいいんだけど、やっぱりね、うん、あれ何の話してたっけ？ちょっと真剣に忘れてた。あー、もう何の話したかほんまに忘れてたかな。もういっか。じゃあ進んでいこう。で、これあんまだアイテムスペース的、あー、一応獣肉これ取るのか。これ食ったらなんかなるとかない？ならないよね。この地域のみにす、あー、うまそう。てか、霜降りっていうかね、あ、これ本当にうまそう。いやさあ、貧乏してるとさ、なかなか牛とか食えないからさ、ああいう豚とかでもちょっといいものとかがね、食いたいとかって思うんだよね。あれ？この、ちゃうな、あれはシャドウズオブビレッジか。の時だけだよね。すげえ気になる音がカチャコンってなったけど気のせいだよね。あれ？ちょっと待って、本当にさ、治った？あれ？だよね？今までスケスケだったのが、あ、やった！普通の世界に戻った！はぁ、よかった！もうこの状態でドナビエントデーに行ってみんや。あんなところから、こんなところからなんかもうすげえ、あれ、治ってないわ。気のせいでした。治ったと思ったら気のせいだった。普通にスケス、いやぁ。瓦礫。レオナルド、村人を襲いまくったおじいちゃんのことです。そっか、もう治ったと思ったのに、この状態でやっぱり行かなきゃいけないのか。はぁ、もうすっかり焦げてんね。何が出てくる？ショットガンか、もうショットも多分なぁ、もう。こんだけあったら、いじめ切れると思うんだけど。って、この別に、このロケットランチャーじゃない、ロケットピストルと、
あれがあれば全然問題ないんだけどね。ここ出てくるっけ？他まだ出てこないよね。これも焦げたな。とか同じような焦げ方してんな。はい、スクラップ A ですね。違う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 、振り込むのかよ。違う違う、走って行け、違う違う、どこまでも。特に何もなさげだね。で、ここ、あ、そうか、ここか。なるほど。羊の首かな、これは。で、これ開けたら、確か、いるんじゃなかったっけ。いたねー。近いねー。お疲れ様でしたねー。で、この中で、ああ、また酔っ払いだよ、ほんと。こんなさ、狭い家の中でさ、二人して何してたの？ほんと。やらしいことしてたんでしょ、どうせ。おじちゃん全部わかってるんだから。このとこに下いたっけ？暗かったからわかんなかったのか？よくわかんないけどね。ここにやっぱりアイテムってないのか？ノーマルだからあったのかな？で、これ今戻っていったら、確か、あれじゃなかったっけ？豚ちゃんが襲ってくるんじゃなかったっけ？あれ？施錠されてる。誰や、そんなことしたやつ。このドアは開かなかったはずなのに、いつの間にか鍵が閉められてるんだよな。で、アイテム取っての、んで、これゾルダードだよね。多分ね。Look at the window。あれ、何番だったっけ？070408やってるかな。0704、逆にすればよかった。0408本。あ、開いたね。 OK。 で、ジャッキー、かわいそう。え、これで終わりだったっけ。なんかここで10手に入るんじゃなかったっけな。08で、で07で、で、間がなんか適当にやっとけばなんとかあったんじゃねみたいなオチだったんだけどね。さーて、ここでいっぱいいるんだよね。なんかまるでコンゴに出てくるハイドウォイラみたいな。あれ、来る？せえ。ああ、こっちも来たのか。あれ、そういう現れ方、ちょっとビビる。あ、生きてるし。あ、でも。地味にビビったね、今。普通にね。だって、ドアがね、開かない、ああ、ありがとう。開かないと思ってたら、開いちゃったんだもんな。よいしょ。これも一発式なんだよね。これもマックスにしてみる？やっぱり必要になってくるのってあれだもんね。無限的だ。何かで動かす、そうだって動かしたんだよね。で、これなんかどんどんガッチャンガッチャン、上でドッスンドッスンしたな。よいしょ。で、こっち行ったらあれで、豚がこっちに向かってくるんで、豚がこっちに向かってくるはいいんだけど、どうしよっかな。こっちも入れる？あ、こっちも入れんだ。これ家の中でなんか、むさぼってるやつとかいない？すごいビビり散らかしてんだけど今。さっきみたいになんかドアがガチャコンってね。完全に油が固まって冷え切ってしまってますね。よいしょ。で、これで、で、オッケー、よし。かわいそうなことしたとは思うよ。かわいそうなことしたと思うけど、弱肉強食の世界なんだ。許せ。相棒で、あー、いるね。ほいドーンドーンドーン、どんどん飛んでってる。まだいるっけ。どっかいるよね。あ、いたね。飛んでいきます。あ、ちょちょちょ、反対側に飛んでってください。あれ、逆に怖いです。ほら、向こう側でなんか、おお、やばい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 、でああ、たた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 、いまだにこれ血が出てるってさ、すごいよね。
ちょっと向こう側でさ、だよね、どうしようか。これじゃ無理。まだ生きてる。どうしようか。これ開けたら出るかな。違うね、これこっちから開けれねえんだよな。あれ、どっか行ったな。そうなんだよ。ああ、いいね。無理か。もうさすがに死んだ。死んだべ。ああ、死んだね。オッケーオッケー。よかったよかった。よし。じゃあ、ちょっと、ごっついのが来たから。オッケー。ちょっとね、人と会うときに髪の溜めてるなんて、そんな失礼なことはないでしょ。ほらほら。ちゃんとそれを剥がしてあげっから。お兄さんについておいて。頭骨の完全結晶。あ、ちゃんと溶けるんだね。で、ああ、間違えた。ごめんなさい、大きい声出ちゃった。おお、いたのか。そんなびっくりすることしちゃダメよ。はい。もう、おっちゃんもうほんま、久々すぎてさ。ビビり散らかしてんだわ。で、ここでアイテム。拾えたね。いやー、びっくりした。これあれだね、ほんとに。この武器を持ってるから、今みたいな程度で済むけど、ダメな時はほんとに、うわっちょっ、やってなるもんね。日本語で OK。ヨーゼフ・シモン。シモン。ムズ。これ今何分やってんだ、今。大丈夫。なんか長くなると、こう見てる方もだれてきたりとかしちゃうからね。そうならないように気をつけなきゃいけないんだけど、これは、違うよね。あそこではない。また、あれと別だよね。ドミトリスク、あ、違う。あれ、あ、鉄格子の鍵か。でも、マークはドミトリスクじゃない。あ、全然違ったわ。ごめん。鉄格子の鍵だわ。普通に。はい、ガチャコン。で、これは普通に登るだけでいいのか。なんかある。あー、出た出た。井戸のハンドル。あー、これ、あ、でもそうだな。もう一回こっちに戻ってくるタイミングがあるから、その時でいいかな。さすがに次はもうあの、ドナビン、ベネビエントのところ行けよっていうね、あの、多分視聴者さんからね、あの、お叱りを受けそうになってくる、なると思うんで。だいぶ長くなってきたけど、おります。チキン。ちょっとでもチキン。Nobody calls me chicken. あ、ちょっと、開かない。お結晶の塊。2015年のあれだもんね、世界戦って、本当はどうなってたんだろうね、あの、いや、世界戦だとどうなってたのかとか、もう実現しちゃったのに、もう7年前の話なんだけどさ、ほら、なんか 3D のさ、そうそう、なんか最近、ラスベガスかなんかで、そのホテルの上で、なんか 3D のなんか顔が迫ってくるみたいなのあったじゃん。それが2015年をモチーフに描いたさ、そのバイオスじゃバックス・ザ・フューチャーとかだったらさ、ねえ、なんかここ屋根覗けない？無理か。ねえ、とかだったら、なんだったっけ、気づくか。ほら、3D のジョーズがこっちに迫ってくるシーンとかあったじゃないですか。ねえ。ああ、なるほどね。足マンしてるのかな。ほら、気づけ。男に会いに行けって言ったよな。でもこれ女だよね。どんな顔してる。あれですね、顔が地面にめり込んでる。で、男もいないし、これはただのクッションだし、まあいいや。じゃあこれで、装飾3つの部品で完成するであります。で、調べる。あ、部品とく、ああ、そういうことね。ジュイーン、私欲の鍵。戻るか。リュークのところへ。ミランダ様にヤギ2頭を献上。毛織物を献上。下にずっとテロップが出てるね。字幕か。やけに家畜どもが騒がしい。うんうん。2月9日。
見る間に赤子の体が白く結晶に変わっていく。そしてその結晶、ああで獅子を割ったわけですな。この子は選ばれし子、いかなる姿になろうとやがて元に戻る。それはどんな姿に戻るんでしょうかね。デュークのとこへ。エーバー、私のエーバー。あー、特に、あ、開けれそう。さあ何か、何もない。騙され、ガチャコン。あ、ちょっと、この家にまだ何かあるんですか。お邪魔します。あ、あった。あ、普通にパイプが爆弾あった。で、あれ、ちょっと、これどうするんだっけ。あ、違う、わかんないけど。あ、いいや。じゃあ、まあ、いい具合で進めることができたんで、次回からちょっとドナベネビエント邸にね、向かうところから始めていこうというふうに思います。ただね、ここでちょっとね、長ったらしいデュークの話を聞かなければならないので、何かわかりましたか。ちょっと待ちくださいね、ちょっと待ちくださいね。羽を見つけた。この金細工で、どうローズを助ける。まあ、落ち着いて。まずその鍵を使って、まあまあ、落ち着いて、ローズ様の瓶を集めねばなりません。残りはどこにある。どこでしょうね。瓶は全部で4つ。残りの3つは各貴族が持っています。ということです。そしてそのすべてを集めた上で、この村を統治している冷酷な教祖ミランダのもとには、これだから4つにバラバラにしてた意味って、一人はあなた方をしたドミトレスク夫人。本当に多分、あのさ、二人目は村の奥深く、その波とかさ、霧の谷に住む人形使いのドナとかってさ、ジェイカップ。彼女の屋敷に入った者は二度と帰っては来られません。ジェイカップで、あの、くびれでしょ？そして三人目は、風車を抜けた先の湖に住む怪人モロー。一応 100% に出てきたさ、その湖には他にも恐ろしい怪物が住むという。あの辺りがすごいスタイル、現実世界にいたらもうたまらんのやろうけどな。最後にして最も危険なのがハイゼンベルク級。人里離れた工場に住んでいる。噂によると南とユイトがいいがいいみたいなね。彼の工場には想像を絶する恐怖が待ち構えている。個性が良かったりするからね。ちょっとあの男性恐怖症なんとかならないかなと思って、そうってそんな話をしつつですね、あ、なんかすごい、やった、お宝がいっぱい。およ娘さんを助けたければ、まずは4つの瓶を集めることで です、ね、あ、了解です。今回だけは特別にそれぞれの場所を地図に記しておきました。お宝の地図のあれをやってくれた、ね、また村には貴重な品が眠っています、うん、どれもきっとあなたのお役に立つです。あの早くね、30万貯めて。いいえ、あくまで顧客サービスの一環ですので、お気になさらず。いいえ、あなたの娘を16年後に私が始末するためでございます。あなたはここでいなくなる運命でございますからね。そう、やられてたまるか。どうしよっかな。まあでもここで今売ったとって30万手に入れてもあんまり意味がないからね。まあいっか。ああ、そうそう。全ては投資の一環です。とりあえずじゃあ体力アップはしとこうか。待ちかねましたよ。では少し失礼。あ、でもどこにその料理があるのかな。あの馬車で料理してるってことなのかな。美味しい三味一体のミキティ。召し上がれ。さあ、ご一緒に。一緒に食っちゃってんのか。おめえも食うのかよ。もう一度味わいたいものですな。本当に美味しい。ああ、どうも。次の食材を。料理にならないからいいわって感じだったね。はい。ということでね、今回もね、最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ちょっと次回からね、恐怖の館にやっていこうというふうに思いますが、皆さんね、ちびらないようにお気をつけくださいませ。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンもお願いいたします。ではまたバイバイ。ああ、ごめんなさい。また次回お会いしましょう。バイバイ。